はい、じゃあ続いてね、Z の8番空間ベクトルやっていきましょうか。まずは問題文 N にしちゃいました。四面体 OABC があって、まずはね OA が2で OB が1で OC が1で、角度がね AOB が90度、角度 AOC が90度、角度 BOC が60度で、さらにね B っていうのがねこの式を教えてくれています。で、最初にね、この BC を求めなさいって話なんだけど、まずはさ、これやってから空間ベクトル出てきたら必ずこれ確認してね。1つの視点と3つのベクトル、1つの視点と3つのベクトル。今回視点が何かって言ってさ、まあこれ見れば一発よ。OA、OB、OC って書いてあるじゃん。全部さ、視点が O になってるでしょ。だから今回の問題の視点は全て O にするってことね。全て O にして考えましょう。それと3つのベクトル、OA、OB、OC、 これが3つのベクトルっていうお話ね。この3つのベクトルを使って全てのベクトルを表していこうっていう気持ちだよ。いくよ、まずさ、視点が O でこの3つのベクトル OA、OB、OC を使って表していくっていう気持ちね。 OK、 じゃあやっていこうか。まずさ、ベクトル BC の内積だけど、まあ、内積を確認するよ。AB と AC の内積っていうのは AB の長さ×AC の長さ×挟まれる角度のコサインシータで求めることができるからね。じゃあ同じようにいこうか。ベクトル BC、 ベクトル BC の内積っていうのは B の長さ、 OB の長さに1です。 1×、OC も1だね。×コサインの60度っていいかな。で、コサインの60度はさ、だから60度のエフェクト書けばさ、斜めが2だね。で、横が1、つまりコサインが2分の1って分かるよね。つまりこれ、2分の1です。OK、終わり。次にね、OP を A、B、C で表しなさいって書いてあるんだけど、まあこれがヒントだよね。このヒントね、使いましょう。3OP 足す AP 足す 4BP 足す 4CP イコール、0っていう式なんだけど、まあこの式を見て何か変だと思ってほしいんだよ。何？視点ね。視点がこれ見て、O じゃないんだよ。視点が O じゃないの。視点が O じゃないの。だからこの式は変なんだよ。まずはやってほしいのは、一つの視点、すべてのベクトルで視点を O にするってことね。じゃあこれ視点の変換しましょう。視点の変換ってこんなんですね。ベクトル BC があったときに、視点を A にしたい。こんなときには、AC-AB にしてあげればいい。A を勝手に置いてあげて、後ろから前を引き算するイメージ、 AC-AB。 じゃあこれやっていこうか。3OP 足す AP だけど視点を O にしたいから、これ何時よ、 OP ね、OP-OA、 後ろから前を引き算するイメージ。同じようにいきましょう。4カッコ OP-OB、 はい、4カッコ OP-OC、 いいかな。で、あとはさ、これ計算してみて、 OP が今いっぱいあるね。3と1と4と4あるから全部足し算して、3足す1で4、4足す4で8、12だね。 12OP。 次に OA 見て、 OA、 OA ってこれしかないね、マイナス OA。 はい、次に OB 見て、 OB はマイナス 4OB だね。はいはい。最後 OC はマイナス 4OC だね。はいはい。で、あとはさ、これさ、OPO って書いてるから OP イコールにしたい。 12OP イコール、イコールしましょう。 OA 足す 4OB 足す 4OC だね。はいはい、見て OPO を見て、 OA と OB と OC を使って表すだよね。全てのベクトルをこの3つのどれかを使って表していくんだよ。じゃあ最後ね、 OP イコールにしたいね。 OP イコール12分の 1OA って AB かな。A 足す12分の4だから3分の1だね。3分の 1B。 はいはい、最後も3分の 1C と求めることができましたね。 OK、 じゃあ次の問題いきましょう。はい、じゃあ続いてね、カッコ2番いきましょうか。まず問題これね、直線 OA と平面 BCP の交点を D とするとき、ベクトル OD を A を使って表せって問題なんだけどさ、まあこの絵でやらないでね。直線はいいけどさ、平面 BCP ってさ、まあ、BC はいいけど P ってこれを P どこって話になっちゃうじゃん。絵描きづらいじゃん。だからこれさ、必要な部分だけを取り出すことね。例えばさ、平面 BCP だからこれなんですよ。 BCP を適当に書きまして、 BCP ね、あとは直線 OA と、まあ、交点を持つんだから必ずぶつかんないよ。同じ、O から、点点点 A にここ D でぶつかりますよっていう感じ。OK、 こんな風に、これ書いてみて必要な部分だけ、必
要な、うん、部分だけ書く。いいかな、これあるだけでだいぶ違うから、だいぶ違う。いいかな。で、もう一個ね、これ今回さ、交点なんだけど覚えてる？交点は。そうそう、二通りで表せない。あ、いいか。交点は二通り。交点は二通りで表す。いいかな。はいはい、これは平面ベクトルでも空間ベクトルでも一緒です。交点は二通り。じゃあどうやって表すかなんだけど、まずこれ見て、3点 ABC は一直線。まあこれ平面でよく出るんでさ、見て、ベクトル AB、青いベクトル AB っていうのは赤いベクトル AC を使ってこんな風に表せない？ベクトル AB は AC の何倍かされたもの。あー、なので AB イコール KAC ね。これ見て見て見て。今さ、これさ、1番ね、1番。まず ODA が一直線でね、3点 ODA が一直線になってるね。見えたかな。だからここをまず使いましょうよ、 ODA ね。これが点々一直線じゃない。じゃあ式作りましょう。ベクトル OD っていうのはどうぞ KOA だよね。こんな風に式が作れるよね。で OA っていうのが A だね、ベクトル A。 これは丸1番としましょうよ。で2つ目、じゃあ何するかって、2つ目はこれなんだ。 D は平面 ABC 上にあるんだけどさ、今さ三角形 ABC の中に点 D あるよね。でこのベクトル作るよ。A から D に行くベクトルっていうのは A から B に行くベクトルね。これっていうのはベクトル AB を何倍化して、今だったら2分の1倍ぐらいかな、2分の 1AB ぐらい行ってあげてさ、ベクトル AC、 ベクトル AC を、まあ3分の1倍ぐらい行ったやつかなって感じね。ちなみにさ、ベクトルって場所関係ないからね。ベクトルって大事なのは向きと大きさだけだよ。だから3分の 1AC っていうのをここに書いたって別に全く問題ないよ。だからこんな感じね、ベクトル AB、 ベクトル AB に行くためには AB を何倍化してあげて AC を何倍化してあげれば絶対にたどり着けますよっていうお話ね。じゃあこれやってみるよ。2つ目としてこれ見て、 D は平面、はいはい、BCP 上にあるので、これで式を作ってみるよ。いくよ。ベクトル BD っていうのはベクトル B から D に行くためにはまず BC を何倍化すればいいじゃない。何倍か、何倍化してあげてさ、BC を何倍化してあげて、さらに、BP ね、BP、 BP を何倍化してあげればいいね、TBC なんでね、してあげればいいじゃない。そしたら BD にたどり着けるよねっていうお話で、これ見て、こんなのが変じゃない、視点だよね。視点が変なんだ。視点を何するの？O にするんだよね。この問題は全て視点を O にするんだ。じゃあ視点の変換公式もですね、ベクトル OD-OB、 後ろから前を引けたんだね。いくよ、ここもね、 OC-OB、 はいはい、ここもね、OP-OB だ、はいはい。であとは OD イコール C、 見て、今 OD を求めたいの。OD イコール C よ。 OD イコールOB でちょっと係数まとめようか。こんな感じでいけるかな。はいはい。じゃあ括弧の中何入るかな。まずさ、マイナス OB 移行してるから1があるよね。1、はい、次見て、 S マイナス OB だからマイナス S だよね。マイナス S。 最後見て、 T とマイナスしたからマイナス T があるよね。はいはい。で OC の係数はこれしかないね。 S しかない。 SOC、 はいはい。で最後 OP の係数は、T しかないね。TOP なんだけど、OP も代入しちゃっていい？OP ってこれじゃない、これじゃない。代入しちゃうよ。12分の 1A 足す3分の 1B 足す3分の 1C だね。はいはい。じゃあちょっと計算しようか。まず、ベクトル A に注目すれば、ベクトル A ってさ、これしかなくない？だからこれ書いてさ、12分の 1TA。はいはい。次に B。B ちょっと大変だね。B ってこれと、これよ。行くよ。頑張れ。行くよ。まずさ、1は関係ないね。1。S も関係ないね。マイナス S。さあ関係あるよ。マイナス T と3分の 1T。だから、マイナス3分の2だね。マイナス3分の 2TB。はいはい。で、最後ね、C だ。C と C あるね。S と T、文字違うからそのまま書こうか。括弧、S 足す3分の 1T。はいはい。いいじゃん、いいじゃん。で、これでさ、2つの式が出来上がってね、2つの式。あとはさ、見て、OD イコールふにゃらら、OD イコールふにゃらだから、あとはこれ、見比べればおしまいって話ね。で、ここで1個さ、これ書いててね、4点、O、A、B、C、
は同一平面上に、うん、ないのでないので、うん、1、2より、あのね、これいるんだよ、うん、これ結構質問多いんだけどさ、4点 OABC は同一平面上にないので、まあこれを見比べていくんで、先に立っちゃおうか。これ見比べるとさ、A の前と A の前見てあげれば、これさ、12分の 1t イコール何 ?K だよね。うん、K。で、これとこれ見比べて、1-S マイナス3分の 2t イコール、うん、こっち B ないじゃん。うん、こっち B あって、こっち B ないから、イコール0でいいね。うん、0。で、最後ね、これだ。S たす。3分の 1t イコール、あ、0だよね。うん、これベクトル C ないから。うん。0c ベクトルだよね。うん、これは、うん、プラス 0b ベクトルプラス 0c ベクトルみたいなもんよ。うん。でさ、なんでこれいいかなんだけど、まあ、簡単に言うとさ、同じ平面上にないときは、これ、一通りしかないから、こうやって係数比較ができるんだよって話なんだけど、まあ、何が一通りかっていうとさ、例えばさ、この立方体のときに、O、A、B、C、P なんて定めるじゃない。このときってさ、ベクトル OP って、ベクトル OA って。うん。ベクトル OB 行って、ベクトル OC 行けばたどり着くよね。これって一通りなんだよ。いや、一通りじゃないと思う人は多分この人はこうじゃない？ベクトル OB 行ってから、一番最初に OB 行ってから、次に OA 行って、OC 行って。これってただ並び方の違いだからさ、同じじゃん。なんだけど、もしこれがさ、同一平面上にあったら、OA、OB、OC が同一平面上にあったら、こんな感じよ。うん。O、A、B、C、B が同一平面上にあったら、ベクトル OP に行くためには、例えば、ベクトル OB 行ってから OA に行くっていうパターンもあるし、例えばさ、C ってのが BP の中点だったとしたらさ、これ見て、ベクトル OC 行ってから、まあ、近道ね、うん、近道してから、ベクトル OA の半分ぐらい、2分の1 OA 行っても別に良くないって、2通りあるじゃん。うん、まだあるよ。これ以外もあるよ。同一平面上だと一通りとは限らないから、同一平面上にないのねって必ず言ってあげてね。明らかに同一平面上にないじゃん。 OA と OB と OC って立体だからね、ないじゃん。だからね、これあと係数比較しておしまいよ。じゃあこれどうやって出そうね。これとこれなんて略すんじゃない。これさ、丸3番、うん、丸4番としてあげて、じゃあさ、これをさ、足し算する。足し算、丸3足す丸4してあげれば、足し算ちょっと難しいからなんか失敗した気がする。はいはい。足し算してあげてさ、うん、これさ、1、S なくなるね。うん。で、ここが、マイナス3分の 1t。うん、ちょっとなんかむずいか。で、これ3倍してあげて、うん、3-t が0。つまり、t が3だね。うん、t が3って分かったね。t が3が分かればさ、ここさ、うん、代入できるね。うん、番号がね、番号が5番。はい、5番。はい、5番で代入して、ここに書いていい？5より。はい。5より、K イコール、12分の1かける3だから、何？ 4 分の1じゃない、4分の1。はいはい、もう終わりじゃない？うん。あとは何番使えばいい？あ、1番だね。目の上の。かけない。ここに、1より、うわ、上がりづらい。1よりね、OD イコール。はい、OD イコール K が4分の1だから、4分の 1A。はい、おしまいっていう感じね。こんなど真ん中に答えきたけどさ、まあなんだろうね、まあここね、あ、ここかな。まず必要な部分だけ書く。これめっちゃ簡単じゃない？必要な部分で書くのさ、ここら辺に書くのはさ、大変じゃん。だから必要な部分で書いてあげて、でこれね、間違いない。これ交点は2通りであります。今回使った2通りはこれね、3点 ABC が一直線だったのと、これね、 A 書けば分かるじゃん。ベクトル AB に行くためには、ベクトル AB を何倍かして、ベクトル AC を何倍かして、同じことをやってね。うん、ベクトル BB、BD に行くためには BC と BP を使って表したって感じね。あと係数比較なんだけど、ここね、4点 OABC は同一平面上にないので、この一言忘れないよね。じゃあ次の問題いきましょう。はい、じゃあね、ラストね、カッコ3番の、まず前半戦いきましょうか。カッコ2番の時、 O から平面 BCD に下ろした垂線の交点を H とする。 OH をね、ABC で表せってことなんだけど、この絵使っちゃダメよ。うん、この絵に書かないで。分かりづらくなっちゃうからね、必要な部分だけを書けばいいんだよね。うん、じゃあ必要な部分を書いていくよ。まずね、平面 BCD があってさ、うん、適当に、平面 BCD を書いてあげてさ、O から垂線を引くなんて、O から垂線ね、うん、これも適当に O から垂線を引いてあげてさ、まあこれを H としようよ。うん、いいかな。うん、これで十分。あとはさ、ここから交点だ。交点は
そう、2通りで表すね。2通りで表していこう。じゃあどうやってやっていくかなんだけど、まず1個目は、うん、これでいこうかな。うん、1つ目はさっきやったやつ。うん、H は平面、はいはい、BCD 上にあるのね。うん、いいかな。これさっきやったやつ復習するよ。いくよ。ベクトル、はいはい、BH イコール、どうぞ。そうだね、SBC、 SBC たす、うん、TBD でいいかな。うん、TBD なんて作れるじゃない。で、このままじゃダメなんでね。そうそう、視点の変換越しね。やっていくよ。 OH マイナス OB イコール、うん、S 括弧 OC マイナス OB たす T 括弧 OD マイナス OB、うん、やってることは後ろから前を引けたね。うん、じゃあこれ OH イコールにするよ。 OH イコールね、ちょっとこっち行っていい？あ、こっち行っちゃうよ。 OH イコール、じゃあまずは OB でまとめようか。 OB の係数ね。 OB の係数を拾っとけよ。ここに何来る？1だね。1マイナス S マイナス T でいいかな。マイナス T で、次 OC の係数はこれしかないね。うん、プラス S の OC しかないね。で、最後 OD もこれしかないね。プラス T ので、OD だけど OD さっきさ求めたからこれ使うよ。1/4a。うん、1/4a。はいはい、じゃあちょっとさ、これきれいにしようか。うん、A から書いてあげて、1/4tA たす、かっこ 1-STB、うん、たす SC でいいかな。これで OH の式がまずできたね。 OH の式、これが1本目なんだけど、2本目じゃどうしようかって話で、これさ、さっきさ 3.OH ないよね。うん、3点ないから困っちゃった。うん、でもさ、これさ、あれじゃん、これさ、垂線ってことは垂直だよね。まあ、垂直でできたらみんなもうこれ知ってるよね。内積の一応やります。内積のね、AB と AC の内積なんだけど、もしここの角度が90度だったら、うん、90度だったらどうなるか。 AB と AC の内積は AB の長さ×AC の長さ×コサインの90度になるけど、コサインの90度っていうのは単位円書いてあげれば、90度はここです。いいかな。で、コサインっていうのは X、 これは覚えよう。コサインは X、 これの X 座標を見てみたら X 座標は0だね。うん、つまり何かけても0でこうなります。垂直は内積ゼロ。これを使おうね。うん、いくよ。2本目。はいはい。2つ目はこれでいきましょう。OH と BC でいかん。BC は垂直だよね。うん、OH と BC は垂直。つまり何が言いたいかっていうと、ベクトル OH と、うん、ベクトル BC の内積はゼロでね。垂直の時には内積ゼロ。これを使いましょう。じゃあ、ベクトル OH は、もうこれあるから、これ丸1番、代入しましょうね。うん、丸1番。はいはい。代入してしまうよ。1/4ta たす 1-stb たす sc だね。はいはい。で、ベクトル bc なんだけど、これは oc-ob だから、こう書いていい？もうそのまま。c-b って書いて大丈夫かな？うん、OK。で、あとはこれ展開していこうか。一個一個全部やるよ。うん。1/4tac。はい、次ね。マイナス1/4t a b、 はい、その次ね、全部やってるよ。 1-st、 はい、 b c、 はい、全部書こうね。マイナス 1-s t で、これさ b と b なんだけど、これ1個やっていい？うん、これさ絶対つくんだけど、これ一応確認しよう。内積の応用2つ目として、もしここが0度だったら、うん、これ何かっていうとさ、ベクトル AB とベクトル AB 同じベクトルの内積をやってるんだけど、同じベクトルだから挟まれる角度なんてないじゃん。あ、だからここ0度ね。そうした時に AB と AB の内積は AB の長さ×AB の長さ×挟まれる角度コサインの0度、うん、0度になるんだけど、0度ってここだよね。うん、単位円書いてみればここって1じゃない、1。つまり掛け算したらこれなくなるから AB の2乗。忘れてほしくないのは、同じベクトルの内積には絶対値がつくってことね。同じベクトルの内積には絶対値がつく。つまりこれ B と B を掛け算したら同じベクトルの内積には絶対値がつくよ。いいかな。続けよう。これとこれね、掛け算したいね。同じベクトルだから S 絶対値の C の2乗ね。で、これとこれ掛け算してマイナス SABC でいいかな。うん、はいはい。で、これでさ、めちゃめちゃ長いね。で、これさ、内積さ、計算してないんだよ。うん、これさ、BC の内積は各一番で微分の値出したんだけど、AC 出してないから、ここでね、やろうね。うん、ここで。
ここでベクトル AC の内積求めましょう。でも AC の内積は結構簡単でさ、AC 見て、AC 見たら長さがまず2だね。うん、2かける C の長さが1じゃん。でさ、角度がさ、AOC って90度だよね。90度ってことは0ね。うん、0。垂直の時には内積0。だからこれ0なんだよ。うん。同じようにさ、もう1個 AB。AB も、うん、同じように考えれば、ベクトル AB の内積ね。OA と OB だけど、ここ90度だからもちろん内積0だよね。うん、内積0です。これを使ってあげればさ、ここら辺 AC はなくなります。AB もなくなります。BC は残るね。代入しましょう。2分の1だよ。1-ST の2分の1でいいかな。で、そのまま続いて、ここだね。マイナス 1-ST の B の2乗。B の長さって大変。大丈夫、これ1ね。1。なのでこれ1なので、そのまま省略しましょう。書こうか。1。足す S の C2 乗。C2 乗も1だね。1。はいはい。マイナス S の BC の内積は2分の1だ。はいはい。いいかな。ちょっと分数嫌だから、ちょっと2倍しとこうか。2倍してあげてさ、1-ST、マイナス2カッコ 1-ST、プラス 2S のマイナス S イコール0だよな。じゃあちょっとここ計算しようか。これさ、塊と捉えればさ、計算しちゃっていい？これ。1-2 でいいかな。1-2。つまりマイナスだね、マイナス。マイナス、カッコ 1-ST。で、ここはね、プラス S です。で、マイナスカッコ外してあげてさ、あー、ちょっと大変だね、ほんとね。マイナス1、プラス S、プラス T、プラス S イコール0。つまりさ、2S たす T が1。うん、2本目の式が。やっとできました。大変だね。今さ、やったらさ、OH と BC やったんだよ。これね、ここやったの。うん。でさ、これだけじゃ足んないじゃん。何しよう。こっちやらない ?BD やらない？うん、これ。OH と BD 行きましょうよ。はい、2本目言います。やば。はいはい、やばいね、これはね。OH と、BD が垂直より、じゃあ内積行きましょう。OH と、BD の内積が0だね。はい、やばいね。書くよ。はい。4分の 1TA。1-ST、B、はい、SC、はいはい。で、BD だけど、BD ってさ、OD-OB だよね。で、OD って、これだよね。あ、いいかな。4分の 1A-OB、つまり B ね。はい。いいかな。はい、じゃあ、計算するよ。バラバラいくよ。やば。ね。16分の 1T、はい、同じベクトルの内積だからね、絶対つけてね。はい、次いくよ。マイナス4分の 1t。ab、これなくなりましたね。ab って内積なくなりですね。うん、次いこう。ここね。プラス4分の 1-st。ab、はい、これなくなりですね。ラッキー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 。はい、次ね。ここだね。うん、マイナス 1-s-t の、絶対調整です。ab の2乗だね。で、ラスト。プラス4分の 1s の ac と、マイナス、sbc イコール0。あ、入ってるかな。あ、大丈夫かな。あ、で終わりだね。あと、ちなみにこれ ac もなくなるね。なくなるやつ。大変だ。あとは大丈夫だよ。a の大きさって今何？ 2 だから2の2乗で4だね。つまり、うん、4分の 1t かな。4分の 1t で、これなくなって、これもなくなって、これね、e の大きさが1だね。1だから、これそのまま動くか。マイナス1プラス S プラス T だな。で、これなくなって、最後だね。BC が2分の1じゃない。マイナス2分の 1S イコール0。いいかな。で、全部4倍しようか。4倍してあげてさ。うん、T マイナス4。4S、4T マイナス 2S。いいかな。で、計算すると、2S、うん、T が 5T だ。5T イコール4だね。うん。はいはい。これが3番の世界かな。はいはい。で、あとは、この2番と3番で ST 出せばいいね。引き算でいけるね。引き算。じゃあ、丸3引く。はい。丸2より。はい。並べて、並べるよ。2S5T イコール4。はいはい。2S たす T が1。引き算してあげれば、4T イコール3だね。つまり T が4分の3。うん。来たね、来たね。
あ、S も欲しいね。S もいるね、これね。最後これにぶっ込むから S もいる。じゃあ、次から、丸2になりましょうか。丸2より、はいはい。丸2にこれを代入してあげて、2S たす4分の3イコール1、2S イコール4分の1。つまり S が8分の1だね、8分の1。やっとだ大変。あとはね、1番に代入しましょう。1より、はいはい。1に代入してね、ベクトル OH。ベクトル OH っていうのは、こうね、T が今、4分の3だから、16分の3でいいかな、16分の 3A。ここ大変ね。1-S-T ってちょっと大変なの、メモしていい？メモ。1-S-T って、1-S が8分の1。8分の1引く4分の3だから、これ8分のにするとさ、8分の8引く1引く6だね。うん、つまり、8分の1だね、8分の1。8分の 1B、8分の 1B 足す、最後ね、S は8分の1。なので、8分の 1C と求めることができます。大変見えたかな、大変なもんだね。何が、なんだろう、なんだろう。やってほしいな、ね、これ。まあ、交点は2通りで表すパターンなんだけど、まあ、この垂直垂直を2個使ったね、2個ね。BC と垂直と BD で垂直をぶつけたって感じ。ここはね、さっきの復習だよ、さっきの復習。H は平面 BCD 上にあるって言ったら、こんな風な式が作れるよね。BH に行くためには、S 倍の BC 行ってあげて、T 倍の BD 行ってあげれば、BOH は作れたね。あとは垂直使ってすると計算ミスないよね。頑張るって感じかな。じゃあラスト後半戦いきましょう。はい、じゃあね、ラストね、カッコ3番の後半戦ね、頑張ってやってみましょうか。じゃあ最後これだね、また DH の長さを求めなさいってことだからさ、まあもうここら辺はね、もうなんもない。DH の長さだからさ、これベクトル的にはさ、何つけるの？絶対値だよね。絶対つけるのこれ長さじゃん。あとはこれ計算するんだけど、これ何かが変じゃない？何？そう、視点が変だよね。だから視点の変換するよ。OH-OD でいいかな。でさ、OH ってもう求めたらね、さっき大変だったですね。代入しましょう。絶対値の16分の 3A 足す8分の 1B、8分の 1C だね。マイナス OD ももう求めたらね、ただ4分の 1A。はいはい。で、ちょっと計算しましょうか。はいはい。16分の 3-4 分の1。これさ、16分の4だから、うん、マイナス16分の 1A だね。うん、で、8分の 1B、8分の 1C となる。